で今日は主としてですね、馬に乗ったり触ったりしてですね、感じていただきながら、その感じたことについてお話とかを始めることで、他力の研究というか考察のイントロダクションにしたいと思ってます。でなんで馬なのかというと、そのいわゆる大乗仏教のですね、開祖である、龍樹、ナーガルジュナがですね、このように言ってるんですね。ランジュは馬に乗っていながらその馬を忘れてしまっているかのようだというふうに言っています。でこの言葉というのは、他力思想のあるいはそれから空の思想のですね、非常に根本に来る文章だと思うので、実際に馬に乗っていただいて、この言葉をかみしめてもらおうと。でだからそういうふうに合理主義を振りかざすっていうのは実はその神秘主義なんですね。しかも非常に悪い意味での神秘主義であって、あるいはオカルト的っていうふうに言ってもいいかもしれないと思います。で今日ですね、くしくも、今日電車の中でですね、ある人が原子力学会の案内を紙を読んでおられて、で、特にその子供に対するやつあたりですね。でこれはマイケル・ジャクソンという非常に偉大なアーティスト、思想家、運動家だと思いますが、グラミー賞というアメリカのですね、一番大きな音楽の賞のレジェンドという、その伝説的アーティストに対して贈る賞というのがありまして、今ほとんどもう出ないんですけれども、それをですね、なぜかマイケル・ジャクソンだけ34歳で受賞してるんですね。でそのマイケルの次の年にフランク・シナトラが受賞したっていう、この順番どうかしてんじゃないかというような形ですけど、そのぐらいからやっぱ尊敬されてた、若くして尊敬されてたんですが、その授賞式の時にですね、その授賞式のスピーチでこう言ったんですね。子供から子供時代が奪われることが、現代におけるですね、満員の刑務所から戦争のような暴力まで全ての問題の原因だと私は信じますというふうにそのスピーチで言ったんですけども、そういう場でこんなすごいことを言えるっていうことが、やはり彼の偉大さの表現だと思うんですが、じゃあとりあえず、はい、歯が抜けてる、ね、歯を見せてください。歯の話してたんです。歯を見たい。だから徹底的にやっぱ他力を排除する方向で仕組みが作られてるんじゃないかっていう、やっぱ思っちゃいますよね。本当は落とす、そらさん、ほら何、島流しにあって流された島ですごい立派な文化を作るとかあるじゃないですか。診断あ、そう、診断が、ね、ああいうのすごいなと思うんですよね。結構仕組み、でも そこによって世の中変革していけるっていうか、落とした仕組みを変える、本体も変えるような大きな仕組みになっていくと思うんだけど、なんかその子供の、隣でもちょっと子供の参画の問題も同じで、はいはいはい、子供たちが参画する、子供たちのアイデアを言うんだって言うけれども、そこに社会という名のいろんな意図を垂らしてすくい上げてくるわけですね。で今の社会のビジネススキームにのっとって、それは家庭の主婦が参画したビジネスでもいいし、子供たちが参画したビジネスでもいいけど、結局今ある仕組みの中でビジネスを成功させていくっていう答えを用意しているわけですね。もうこれはもう、これこそまさに搾取というふうにふさわしいというふうに思っていて、悪魔がしたのは娘を、ね、誘惑させる、金銀財宝のようなものを約束する、世界を支配するような権力を約束する。でそれで言うこと聞かなかったら大軍を差し向けてお前を殺すぞと言って脅すですね。でこういったことは全部自分化された暴力、大きいですけど、でも暴力そのものではなくて、人間の心を欲望と怯えによって作動しないようにしようとする、そういう暴力で、これはハラスメントと私が呼ぶものなんだけど、なんか本当安富さんと学校で再会するっていうのがなんかすごい不思議だなと思って。初めてだよね、きっとね。え、寮でしか会ったことなんか寮で一緒に暮らしとったんですけれどもね、学校行ってその教室で会うっていうのはもう壊滅的になかった。絶対初めてですよね。絶対初めてですね。怖くはしなくてね、
でも本当お互いにこういう、僕はもう、僕もその頃はまだ髪の毛がふさふさありましたし、まあ、安富さんもね、なんか、あの女の人の格好するとはもう知らない、あの本人も思ってられなかったと思うんですけど、いやなんか本当不思議だなと思って思いました。で非常に興味深いんですけれども、その変更がですね、清沢満州の思想と相容れない変更であることをおそらく清沢満州は知ってたんですね。でだけど彼はこれを変更せよと、根は出すなというふうにさえ言ってました。でただしその変更を通じて起きたさまざまな反応は君らが自分で対処しなさいというふうに言ってたんですね。でここにですね、彼のあの思想の実は非常に大きな表現が重要性があってですね、そこは非常に興味深いです。方便という問題なんですけれども、そこにはですね、あの話が進められたらいいと思います。で、まあ、あのその詳しいですね、変換、どこがどう変更されてどんなふうに使われていったのかという、特に、まあ、あの戦争協力の問題ですね。第二次世界大戦において、大谷派は非常に大きな戦争に対する貢献をしたんですけれども、それに対するその理論的根拠としてですね、清沢満州の文章というのは使われていきました。でもそれは改ざんされた形態のものであったということがほぼ確実に示されていると僕は思うんですけども、で、まあ、それどこがどう示されているかという問題はこの本、それから山本君のですね、精神主義とは誰の思想かという2冊の本を読みいただければですね、詳しく分かると思います。で、まあ、釈迦に説法ですけど、大谷派っていうのは、まあ、清沢満州という哲学者はですね、私の考えでは現代日本が、いわば近代日本が生んだ、まあ、唯一の哲学者じゃないかと思っていて、他の人は基本的に何かの焼き直しです。でオリジナリティというものを本当の意味で発揮した人はですね、こう清沢満州だけではないかなと思うんですが、だからずっとですね、最初何十年間かより正確に描き切るっていうことに全力を挙げてたんですね。物事何でもそうなんです。できるだけ短く、できるだけ正確に描くっていうので全力を挙げてたんですけど、そうやって正確にですね、誤読を許さないように完璧に描くと誰も読まないっていう。で、その正確であればあるほど誰も読まなくなる。で、書いてあることが正しければ正しいほど誰も読まなくなるっていうことに気づいて、で、その、で、マイケル・ジャクソンとかですね、そのピーター・ドラッカーとか、それから宮崎駿とかですね、サンテグ・ジュペリーって人たちは、すごい正しいことをしっかり書いてるのにみんなものすごい読むっていうのがあって、なぜかなってだいぶ考えてたんですけど、やっぱり内部がなんか矛盾してる部分があるんですね。で、内部に全体としてすごく厳密に正しく描かれてるんだけど、どっかに矛盾が入ってると、そうするとですね、その矛盾を使って人々は勝手に好きなように読むんですね。で、それがすごい大事なんだなと思って、そうすることによって作品っていうのは多様な解釈を可能にして人々への無に届く。多分宮崎映画の特徴はですね、大人から子供まで誰でも楽しめるっていうのがあるんですね。あれ、多分ハウルなんか特にそうですけど、何の映画でしたかって書いたらね、全然違うストーリー言うんですよ。で、それはだからその人はそれぞれにあの映画の中から勝手に自分の都合のいいものを引き出してそれを見て楽しんでるんですね。で、そうすればものすごい一般性を獲得する。で、これが方便というものだなと。だから厳密に正しいことだけでですね、書き上げていくとそれはですね、何も届かなくなるんだな。で、なんか変なことが入っているっていうことによってそれを人々が受け入れ可能なように変わる。だけどある観点から見ると非常に一貫してるみたいな、そういうウルトラシーみたいなことがですね、マイケル・ジャクソンとか宮崎駿とかサンテグジブリとかピーター・ドラッカーはやるんですね。